はい、えー、レールの佐田です。コンピューターネタでお送りします。えっ、ー、と、イーザースリスプですけど、またあの、えーえー、ポルディさんから、えー、ライブラリに寄贈いただきました、えー。データベースをサポートするものですね。えー N、あんまりそっち方面詳しくないもんで、NDBM という,うなんかこう、コンパクトな データベースシステムがあるみたいなんです。それを E 座 S リスプから使えるようにして、えー、するようなライブラリー、えー、というものを寄贈いただきまして、ありがとうございました、ミスター・あポロディ、えー。ただね、私、あよく分かってないもんで、これコンパイルはできるんですけども、えー、NDBM ヘッダーがないって言われちゃうんですよ。もうちょっとよく調べればわかると思うんですが、えーっと、コンパイルしようとすると、 えっと、ライブラリの、えっ、ー、と、NDBM か。で、コンパイル前でできるんですけど、この ADBMH っていうのが見つからないよと言われてね、ちょっとインストールを試みてるんですけれども、えー、まだうまくいってないんですよ。なんか、ポリさんのこのコメントを見ると、インストールの方についてもなんかアドバイスがあるんで、 もうちょっとじっくり読めばなんとかなるかなと思ってます。えー、まあ、おかげさまで、あのー、C ってまあいろんなあのライブラリー、まあ歴史が長いですからね、C 言語に関しては。まあ、ほぼありとあらゆるなんかライブラリーが揃ってるみたいで、で、あのそれを取り込めばですね、容易にあの、いスリスプのキーのライブラリーとして取り込めるみたいですね。えー、そうすると、え、ね、r i s コモンリスプって、 がまあ一番ライブラリがあるリスプイの言語なんですけども、えっ、ー、と、いざ SYSP の何ですか、C ラッパー使えば、いくらでも C 言語のそういった豊富なライブラリをリスプから取りあの呼び出すことができるものですんでえ、いろいろ使い道あるんじゃないかなと思うんですけどね。 えー、もうそっち方面はねポルディさんがすごく詳しいみたいなのでもうもう全面的にお任せしております正規ベルマーチミスターポルディ、えー、非常に助かっておりますなんかわかんないことあったら質問しますんでよろしくお願いしますはいそんなことであそれからもう一つねえっ、ー、と 私のね、えっ、ー、と、今これ WSL を使ってるんですけど、Windows 上で。えー、で、もう一台の方の LinuxMint のマシンがあって、そっちので久しぶりに Easy a s ス i スプをプルーし直してですね、えー、動かしたらですね、コンパイルができなくて、あれと思ったんですよ。で、いろいろやって、ポリさんも調べてくれたんですけどもね、異常はないはずで、で、他の,あのラズパイなんかでもちゃんとコンパイルできるんで、 で、あいや、俺のミントはおかしいのかと思って、あのー、一回ですね、全部あの、イー,ザースリスプの、えー、ディレクトリをリムーブして、それで、再度あの、GitHub から、えー、リポジトリを再作成してやったら、何のことはない、コンパイルでいきましたんで、えー、お探せし,しました、ポルディさん。あのー、ご心配おかけいたしました。おかげさまで解決いたしましたで。はい、ありがとうございました。 Yeah.